まあ、ユニットにですね、マイクをつけて、くれてまして、これあの進行がこれ珍しく早いんです、ね、15分も早い、はい、ランを見るためにあと500人ぐらい来るはずなんやけど、まだ誰も来てないけどね500人すみません、あのじゃあ、あと500人のためにちょっとゆっくり始めてゆっくり、はい、やらさせていただきたいと思います。その間にどんどんまたね飲んで、まだお腹が空いてから食べてください。はい、よろしくお願いします。完璧な笑顔、完璧な完成された笑顔がじゃあラムでございます。よろしくお願いします。Thank you.
はい、ありがとうございます。1,2 の3というね、タイトルの、歌で、黄色いパンフレットの、どこかに、出るかと思いますが、まあね、この3年ぐらい、ね、明けましておめでとうございます。はい、本年もどうぞよろしくお願いします。はい、ここでね、やっぱりやらせてもらうっていうのが、まあある意味ステータスみたいなものがありましてね、本当に岡田さんはじめスタッフの方には本当にいつもお世話になっております。ありがとうございます。まあ、3年ほど、ちょっと敷いてあげられた生活が続いてまして、いろんな、ようわからん情報が飛び交っている中でですね、500人のうちの1名、天ぷら披露宴の、マスターが来ていただきました。トッシー、ありがとうございます。ありがとうございます。それで思いました。ここから5分ぐらい行くとね、天ぷら披露宴さんというのがあって、僕いつもめちゃくちゃ美味しい料理を食べさせてもらってるんですけれども、ここから5分ぐらいです。で、これ終わってね、4時から映りました。あ、出た。はい、4時からお店開けてもらってますんでね、もしよければ出演者の方もお客さんも、お腹減ったなという方はですね、まだ飲み足らんなという方はぜひ、一緒に歩いてこの天ぷら広げていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。今早く500人のうちの2人目、はい、あ、来てくれた、ありがとう。だいぶ早く始まったよ。ライト、はい、綾子様です。ありがとうございます。今の歌はそういうなんか、ね、情報が飛び交う世の中で、やっぱり自分でね、きっちり情報整理して、間違いのないようにね、生きていかないとあかんよねと、それにはですね、いろんな人が応援してくれるけども、そんなマニュアルブックとか、人の成功体験とか、そんなの書けないと、自分をね、愛してくれた人、教えてくれた人のことを思い出して、自分の道を進んでいこう、そんな歌でございます。すごい考えてるね。考えてないと思います。言葉つなぎ合わせてるだけでございます。ゆっくり行こうかって言いながら、もう500人来たんで。じゃあ次の歌は、次の歌はですね、やはりオリジナルでございまして、月しるべという曲で、月に導くと書いて月しるべ。これはですね、私が住んでいるその町田市のダリア園があって、いつも秋にすごい楽しみにして見に行くんですけれども、その時その日に一番美しかったダリアの名前が月しるべっていう名前で、こう満月みたいなんだけど、一つ一つは三日月のような花びらでね、でその写真を2枚風鈴に送ったところ、次の曲が生まれまして、本当に10日ぐらいで、ね、あっという間にできたでって言ってお金で聞いてくれたんですけど、なんかその写真からこういう曲が生まれて、一緒にやってくれるメンバーがいて、で今日、ね、こんなにたくさん のお客様に聴いていただける幸せを感じながら歌わせていただきます。聴いてください、月しるべ。
月しるべというね、歌でございました。ではね、今日、えらい派手な。ちょっとね。ちょっと、はい。やっぱりもう、パツキは絶対必要よね。パツキ、なんか ね、だんだん見慣れてくるんですよね、これ。ちょっと、メンテナンスが大変。一瞬デカ売れるからいいですよね、おすすめです。2番目のね、キャトルソードアンサンブルの前のね、お二方もキラキラ キラキラで、僕ね、昔はね、そういう歌とかね、演奏にそういう、コスプレ歌やけど、コスチュームなんて関係ないと思ってたんですよ。もう別に普通の格好でやないかと思ってたんですけど、去年、一昨年ぐらいから、とある、茨城の、ライブバーで、ちょっとイベントで、西城秀樹の、なりきりをやってね、振りも全部いっぱいアイドルの衣装をやったんですよ。ちょっとやみつきになってしまいましたね。で、昨年は、年末は、ちょっと五木ひろしのモノマネも、なんかキラキラしたのを着てるね、だんだんそれがね、当たり前になってきますこれ普通やんみたいな、そう、ね、どうでしょう、はい、普通なの思ってきます、それはさておき、なんかさっき神戸の、はい、レゴさん東京なんですけど、もともと神戸なんですよね、はい、で、何中学ですか。歌敷山中学。歌敷山って皆さん知らんと思いますが、すごい素敵な名前です。マイコとタルミの間にあるんですよね、はいはい、神戸の西の方でございますが、その同級生、同級生と思ったら違ったって、あ、違った、ガセネタでした。あ、ガセネタ、でも友達、また中島真由に騙されたでも近いの、その辺そうそうそう、ね、お友達がそうだ。でも僕らのね、神戸のとある大学なんですが、今日先輩がね、ありがとうございます、はい、来ていただきまして、もう名前もない大学ですけど、今たるみじゃないんですよね。今はでもたるみ部で楽しみですね。このドラムとベースのうちのリズム隊はどちらも神戸市たるみ区に住んでまして、たるみ子ですよね。たるみ子クラブというバンドもやってはりますし、もっと有名どころでは最近もやってないね。そうだね。コロナ休憩中です。ボイジャーっていうね、あれはインストルメンタルって言ってた方がいいかな。インストルメンタル。プロのギタリストなど一緒にやってはる人が、ゲームミュージックの、はい、ゲームミュージックのバンドでいらっしゃって。なんかオリンピックでもその流れたらしいね。そうです、ね。その一緒にやってはるね、ギタリストが作曲したそのゲームミュージックが流れたと言って、なんか有名になってましたけども、もう全然知らないけどね、あんまりアニメとか見ないんで。そんな方が。で、その神戸の西の方、僕らのその青春の地なんですが、これいつも同じ話をするんですけども、どん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 埋め立てが進んでいきまして、で、なんと、僕らの時代にはなかった明石海峡大橋も、できてしまいまして、ねえ、はい、玲子さんは未だに認めてないんですよ、それをね。あの景観がもう全く変わってしまったので、はいはい、だから絶対に渡らないというね、絶対に渡ってません、はい、ということで、どんどん埋め立てが進みますと海岸線がね、遠くになってしまいます同時に僕らの、青春の思い出もどんどん色褪せていくみたいな、こんな歌でございまして、海が遠くなるという歌を聴いてください。
次は今まではですね、ライブでやったことがある曲なんですが、次初演は初めて新曲でライブでやるというね、新曲です、曲でございまして、皆さんにとってみてはどの曲も新曲やと思いますけども3回ぐらい聴くとちょっとあれ聞いたことあるよって思ったんですけど、いつも言うんですけどね、みんなね、いろんなトリビュートとかカバーとかされてまして、この曲好きやねんっていうのを観客でね、観客席で言うたのをよく目にするんですけど、僕らの場合はそれはありませんのでね、はい、すいません、面白くない30分ですが、いろいろお付き合いそうでございますので、はい、笹舟という歌をやるんですけども、この夏、去年の夏に僕結構カメラ持って、いろんなとこうろうろするのが好きで、夏に、京都のとある神社へ行った時にですね、神社の前に小川が流れてまして、彼女の私ね、小川さんやって旧姓を小川って言うんですけども小川さんって呼ばれてたなんか入れて小川をありがとうでね、そこのおっちゃんが、じいちゃんがね座ってましてね、で、兄ちゃんってこう呼ぶわけですよ。で、何かなと思ったら、笹舟をいっぱいそのじいちゃんが作ってはって、で、兄ちゃんこれ1個好きなの選んで、この橋の上から川に落としてみって言うわけですね。はい。で、見事表向きに着地したら、あなたはこれからいいことになるよと。なんかすごいお花が乗ってる可愛い笹舟でしたよね。多分ね、バックで、あれか僕の画像にはバックスを入れてるんですけども、で、裏向けに着地すると、気付けなはれやと、こんなことがありまして、で、落としたら見事着
ちゃんと表向きに着地をしてですね、スーッとこう流れていったのを見て、数日後に作った歌でございます。清純なラムのイメージだね、これ。そうね。清純なイメージ。はい、これで、ね、はい。すいません、ちょっと違うけど。それをイメージして、レイコさんに歌ってもらおうと思って、作りました。ささぎれでございます。You and me.
思います。ロマンチスト、ロマンチスト、イエイ、ロマンチスト。いやいや、ちょっと待って、始まった、始まった。裏はドロドロで次の歌はですね、ちょっと打って変わりまして、あと2曲です。ダークラム。ちょっと今のは清純なラムでございましたけども、ちょっとダークなラムをやってみたいです。これもね、今回初演です。実はあの何年か前に違うバンドでやったことはあるんですけどね、去年あれ11月かな、あの皆既月食、11月だったかな、ありましたよね。ありました、はい。で、あの隠れると、月がね、隠れるとあの赤銅色っていうんですか、にこう鈍い光をこう放すわけなんです。見られた方いらっしゃいます？見ました。見ましたね。はい。写真撮った？マキちゃん。だけど、はい、撮ってます。撮ってます。中島マキさん、写真撮るんで ね、はい。皆さん知ってますか？あの野鳥の写真とかものすごく綺麗に撮るんですよ。見てください、はい、あのぜひ繋がってね、素晴らしい写真をね、あのまあ綺麗な写真ですよ。心はドロドロかわかりませんけどね。ほっとけ、ほっとけ。ということで、そのブラッドムーン、あ、赤銅色の月をブラッドムーンってこういうわけなんですから、なんか怪しい感じがしますよね。そんな月を見ながら今絵が出てきちゃう、字幕が、まあ、あのね、だいぶ前のにもこれあったんですよ。でその時に僕も写真撮ったりしたんですけども、その時に月を見ながらしばらくして、作ったことがありまして、ブラッドムーンというI'm not afraid to die.
漏れたことありますか？はい、本当に今日はたくさんおいでいただきましてありがとうございました。嬉しかったです。見られた方もたくさんいらっしゃって、まあ、一応紹介したかそうです。一応ソンドラムス立川哲也神戸在住、オンベース森達也神戸在住、アンドコーラス、堀川幸喜、それからオンピアノアンドボーカル、重地玲子、東京町田市みたいな、はい、で私はフーニーこと中谷藤雄でございます。よろしくお願いします。よろしくというのが一曲でございますが、今冬ですけども、夏のオリオンという曲をやるんです、まあ、今冬ですからオリオン座は普通に見えますね。ちょっとこう、夜空を見上げますと見えますが、夏は、ちょっと見えない、ということがありますが、真夏になるとですね、夜明けぐらいにちょっとだけ山から、まあ、山というか、まあ、登ってくるんですね。ですぐ明るくなるんで消えちゃうんですけども、見れないっていうんじゃなくて、いろいろ、まあ、方法を探れば、できることもあるよというようなことを、僕たちも、すぐにね諦めるんじゃなくて、
工夫しようね、こんな歌で、最後締めくくりやってます。2023年が皆さんにとって、良い年になりますように、ラムでございました。ありがとうございました。Thank you.
スローランで終了でございます、申し訳ありませんが四時カンパケというご協力に、いただきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。